おーナモスキです。スクワットショーやっていきましょうか。スタートー。どうぞ。バズライトイヤーの方と髪の毛ふさふさの方と髪の毛目玉焼きの方お願いします。いきましょう。さあまずは1位取っていきたいね。スライムクライムからいきましょうか。さあおっとみんなショートカットが早いね。これ間に合わないか。これ間に合わない。引き際ショートカーでいくわ。せーの、引き際ショートカー。おお他の人間もやってくる。やっぱりはい、ひょいと。ここ主流やんな、確かに。あーでも吹っ飛んだわ。結構そこからね、主流のショートカットやってくる人多いねんけど、釣りきますわ。ほい。さあ1位2位取られそうやから、これやばいな。エンターテイメントで考えられるか。味方に期待しましょうか。あとは2位かな。2位取れればまだチャンスか。ほい。ハンマー気をつけながら、オッケー。2位で5人です。さあ味方の方バズライトで3人連なってるって形やからね、ここでまあなんとかフォーメーション組んでねやっていただきたい。あーと全員連れてるわ。息ぴったりやな。バズライトギア特大ホームランって形になります。今4位やからね、普通にエンターテイメントになるよ。頑張ってくれ味方。髪の毛の方かこの方ゴールすればチャンスあると思う。いけ髪の毛の方、この2方。さあ1人特大ホームラン。さああとはこの方次第、自らホームランを申し込んでいく。全員ホームランということで、この方ゴールで負けかな。ちょうど負け、おめでとうございますとしか言いようがないわ。そんな全員同じ手口でやられてんねんもん。やらせやんこんな。ロールアウト行きましょうか。行きましょう。スタート。さあ味方回線落ちですね。それ勘弁してほしい。相手チームも回線落ちやな。よかった。回線落ちたい回線落ちやからまだチャンスあるわ。早く落とそう。誰か落ちたい人。落ちろ。おとなしく素直に落ちろ。そう。味方落ちないで。危ない。その方落ちないでね、ほんまに。誰か素直に落ちたい人おらんかな。急ぎで。これ狭いからね。狭いパターンが早く落とせそう。危ない。フルーツ危ないな。誰か、ポニーちゃん言ってる場合ちゃうやろ。落とした方がいいという判断ですよ、ここは。さあ先に落ちた方が負け。あ助けて、あなたは大丈夫か。リュック持ってるね、落ちないでね。ジャンプあたりブロックするわ。ジャンプあたりブロック無理か。さあ大丈夫か。大丈夫か味方。こんにちは。オッケーナイス、咲いてる。早く落としたい。あ落ちてナイス。味方掴んでいってる。結構いい攻めやけどね。ソフトクリームさんのチームはあれから回想中。あ味方落ちたわ。ありがとうございました。いや悔しいな。ピクセル名人いきましょうか。スタート。さあオンビングメンバーやね。下から作っていきましょう。下から作って、オッケー。で、ここ間違ってるから、これすぐ修正。あれ当てるな、オッケー、いった。次は、おい、うわー、どんぶりか。これ、大人数やと思うね。ごちゃごちゃになっちゃうもんね。はい。そうやね。で、どんぶりの真ん中で作るわ。はい。よし、いい感じ、感じ。作れてきたんじゃない?どう?はい。ちょっと待って、みんなが主張するから、ずれる、どうしても。はい。ちょっと。ここなんでやねん。オッケーよしよしよし、もうほぼいけてんのに。さあ次は野球ボール、外周から作っていこうか。外周から作っていきまして、真ん中塗るわ。はい、あそこもね、そうそうそう。はい、ナイス。オッケー、いいんじゃない。さあ他のチーム見ていこうか。あ、大月さんは結構出てるな。大月さんは今2チーム出てたから、これはギリギリ3位で上がれるかどうかのラインですわ、我々は。はい、いや、こちゃこちゃしないでほしいな、お前。ナイス、オッケーオッケーオッケー。次のお題、カタツムリか。ほい、カタツムリ。ここ塗っていって、こうやね。はい。で、お目目の部分作るけど、今見方なんか、塗りましたんじゃ、大丈夫?はい。結構これで合ってるはずやねんね。オッケー、そうやんな。ラックンロールですね。チームで協力してボール運んでねー。ピンポン、ピンポーン。さあ行きましょうか。ロックンロール、赤チーム頑張ろうな。とりあえずもうボール使用するわ、俺。いけー、ボールしよう、ボールしよう。そう、みんなで押そう。もうがっつり前に力加えちゃっていこうな。はい、もうまっすぐまっすぐ。もうそ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 う。いけいけいけ。お、いいよ。マンモスの方、いい感じ。あ、ちょっと、ボールが左に寄れた。左こだわって、左こだわって。すぐ俺が道作るからね。オッケー、道作って。次、その右でいいか左か。オッケー、どっちもいいよ。急ごう。ゴー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 。右肩の方、どこ行くねん。一緒にボール押してくれよ。おっ、いけ。突き抜けろ、突き抜けろ。はい。よし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 、完璧。さあこれ速度出てる。全チームが前に来た。これ青チームちょっと手伝うって感じになります。黄色チームが上がりそうですね、これでね。特大大決勝ロストテンプルで決着のですね。さあ行きましょうか。黄色チーム対赤チームという形になりますんでね、行きましょう。スタート。ーさあ俺に任せろと言いたい。俺が絶対勝ちます。フッ、オープン。ナイス。あ、ナイス、開いた。いい、いい、開かない。縦縦縦縦があるからな。これ一応警戒しなあかんもんな。縦縦縦あるよね。そうやねんな。スーパー縦もありえる。あ、外周か。外周や。確定した。ピンから入ってしまう。もうその方が、いや2番手ピンクうまい。
ハンマーに逆らわない。ちょっと振り切られていくが、こうしっかりと落ち着いて、ワン、ツー、スリー、オーケー、やりました。ピンクの方がうまかった。ナイスオープン。ジャンプグラブの棒3本目トップ3名スタート。さあ行きましょうか。さあ棒3本やからね、まあ初手落ちしても俺が最終までなんとか耐えたいね。味方全落ちしても俺が最初耐えて時間稼いでトップ3名っていうイメージでいくわ。さあもう危ないで、ほらもう危ないかと俺で、もう飲まれてるで。遊んでだけか、遊んでだけやん。さすがに始まり立てすぎるもんな。ちゃんと棒見て、あーたついに入ったか。自主退場って形になるもんな。ジャンプしちゃうとね、逆になんか遠心力で外側に飛んだりするからね。ほい、下手なジャンプせずに、もうなるべくね、こう内側内側でいった方がいいね、これね。内側でジャンプいう感じで、さあ1、あっ、しかし味方も落ちていく。でも結構人落ちるはずやからな。さあまた2位下がっていって、生ズバミ入れていくわ。人出てきたんじゃない、かなり。ほい、味方まだスーパーマンおる、よし。強い方1人おるね、助かるわ。生ズバミどうぞ。わーっと、ガリガリガリ、オッケー、これでいったね。ウープループレジェンドで決勝進出の切符のですね、さあ金点あるぞ。すぐに金点にアプローチします。行きましょう。せーの、よし、金点取っていく。でかい。でこっから次は金点、まだ来い、まだ来なさそう、様子が変。あれ金点向こう側か。誰か味方の方行ってほしい。俺も行くわ。他の人間ミスるか分かるからね、敵が。はい、ちゃんと長所の方が決めてくる。真ん中金点出た。さあこの方落としたい。スーパーマンロックかけて一緒に。あ、ちょっとしたぞ。俺が取りたい。オッケー、なんとか跳ねのけられて取った。今ビヨーンってなって、もう一回金来い。真ん中、真ん中はこんな来た。巻きに行くわ。オッケー、うまいこと角度巻いてからヘッド入れる。あとシンプルでいける。シンプル、シングル点、シングル点。オッケー、シングル点上がり。最初のキャンバ上宙浮き始めた。さあキャンバ上今の瞬間宙浮き始めましたね。さあ特大大天空いった、いった。おお、さらに上飛んでるやつもおるぞ。ほら、さらに特大大天空。おお、おお、すごい。あー、キャンバ場今すごかったね。決勝戦、立てまつるのは危険スペースですね。ドレミファソファミレドー。さあ行きましょう。スタートー。さあ始まり始まり戦となっていきましょうか。さあ掴んで落として、さあキャンバ場にマークか。味方のスーパーマンうまそうやもんな。キャンバ場にマークかけます。ちょっと危ないな、前走ってきてるわ。さあ味方、あ、スーパーマンがいた、デメと始末し損ねたか。くっ、さあインコースで追い込んでいくわ。さあ外周からいつかイン入るような。さあイン入ってくるところを巻き込んでいきましょう。さあキャンマジョに対して、先ほど空を飛んではったということでね、扱いできない。インコース、あーやばい。味方がどんどんと次から次へと調理されていってるという形になりますんでね。どうしよう、モスラ、モスラうまかったな、さっき金点取りに来てたもんね。ってなったらこれまずいな、あいつも強い説ある。なんか落ちそうにないもんね。ってなったらちょっとプラン変更やな。いつものやつに行こう。ちゃんとあの真ん中作るやつで行くわ。あ、キャンバジョがやばい。あー、掴みには来ないか。怖い怖い怖い、道連れてね。おらー、やばい、全員味方やられてもうた。やばい、これ道連れてないか。あ、来た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 。おー、鬼ごっこやな。楽しもうぜ鬼ごっこ。3対1ですから、あ、よし、2対1変わっていくか。あ、モスラ落ちたっぽいね。おっと、手伸ばしてきたか。ほい、2対1やから、まあ道連れで負けやな。これあかんの、道連れは。さあ真ん中作っていきたいね。ビビったあかんね。やばい、おい、これつかみが来ないか。はい、真ん中がちょっとね、あのペースが取れてないからな。ゆっくり伸ばしながらかな。あいつ掴んできそうなんだな、水色の人。ほい、まあ、真ん中切っていくわ。ここガリン切って、真ん中でアプローチさせない、アクセルさせない。ここガリン切って、ちょっとまずいか。一旦やばい、ロックされた、これ無理や。さすがにロックされたら無理や。さあチーム尻尾にですけど、なんかこんなとこにミニハンマーあんねんけど、これ何これ。ちっちゃなハンマーここに隠れてた。こんなんありましたっけ。へえ、すごい。ヒーローチーム大ピンチやねんけど、これ大丈夫か。とりあえず奪っていこうか。青チームから取った方がいいかな。あと人選んでられへんね。とりあえずヒーローチーム少ないんで、がっつり回収向かいますわ。はい、この人狙います。狙っていって、よし、これでまあなんとか緑チームと引き分けまで持ち込んでるから、あそこだけかな。あそこだけや。ここだけちっちゃなハンマーあるわ。ほら、ちっちゃなハンマー。これ何のハンマーやこれ。さあオーバータイム行こう。オーバータイム。さあこっから次青チームと並んで、黄色チーム調子悪いな。全然あの増えるシーンがないからな。終始あのピンチマークついてるからさ、頑張ってほしいな。黄色チーム頑張れ。とりあえずオーバータイム行こう。
おっしゃ、おなよ、一気に黄色チーム5本だったぞ。リングスピナー行きましょう、スタート、行くぞー。味方から頑張ってねーという形になります。シングル、シングル、ダブル、あ、これダブルやから結構みんな落ちるぞ。さあ、カチャンという音もそろそろ入るんじゃないでしょうか。カチャン、まだ入らないか。いや、粘った今の、粘った、ナイス。ドラゴンの方、跳ねのけられたけど、粘ってくれたね。であればこれいけそうやわ。あとは俺粘っとくわ。ロールアウト行きましょうか。スタート、さあ行きましょうか。味方消去してけ、勘弁という形。さあ、会場チームはどうか。会場チーム1名ですね。こんにちは言ってるけど、誰か落としたい。味方まだ落ちないで、ナイス。なかなか最近ね、落とせる人間少ない気がするの。みんなちゃんと警戒してくる感じやね。落ちろ、おとなしく。マスクマン、よし、落ちた、でかい。よし、他の人間落ちた。チャンス、君落ちたらどうや。どう、着弾消しは影響出てるな。ただこっからひっくり返る可能性あるからね。バコーンってもう落ちたら終わりやから、2人3人大丈夫。あ、ハートワーク出てるね、今回大丈夫そうやな。さあ、味方の方が落ちまして、ちょっと怪しくなってきたかもしれませんね。やばいやばい、怪しくなってきた。ちょっと得点大丈夫か。あ、でも23点差あるな。23点がキープ、よかった、大丈夫。あー、味方落ちた、やばい、早く終わってくれ。いや大丈夫か、時間的に間に合わないはず、俺が残ればいける。さあ、これが今10何点差に縮まっていく、縮まっていく。さあどうだ、15点差に縮まっていくが、粘り込みです、粘り込んでいく。決勝戦バスケットボールで決着のですね、ピンポンピンポーン。さあ、ポイントを稼ぎですね、頑張りたいな。スタート。さあ、まずはボール取ってかわしていきます。で、ロングシュートでアプローチいきましょう。これ入るでしょ、入れ。ほぼ入ってる、ほぼ入ってるけど入らなかったか。さあ、一旦キャッチしようか。キャッチ、ダブルティーム1点、ナイス。もう一度ロックかけようか。その逃げ方認めんよ。ほっ、しっかりと熱くていきましょう。あかん、なかなかうまい。でもそこまでさせようよ、さすがに。ふっ、あかん、これもう近点になったら俺さすがやな。次の近点来そう、近点来ない、逃れて。ふっ、2対2という場面、よし取って、でクリア、向こう側にクリアして追いかけよう。近点狙い、近点なし、ドラゴン頼むわ、オッケー。そっち頼んだ、転がってきたボール狙おう。正面からやっぱ捕まんとね、ボール前出されるもんね。ダブルティーム、さあ近点はどうか。近点ではノーマル点、ブルティームなかなかええ感じやな、非常に連携がよく。ふっ、 バイリアの方行って、防御の方ナイス、ディフェンダーナイス、味方ディフェンスがうまいからね。ボールどこ行った、ナイス。さあ、近点出た、近点出た、勝負を決める近点出た。でもノーマルもちゃんとアプローチしておこう、ノーマルも大事。あー、近点、これやばい、これ決められたら負けろ。でも近点絶対守るよ、時間稼げ。よし、これ近点まで出すな。よっしゃ、オッケー、オーバーラン、オーバーラン、どっかに投げろ投げろ、よし、投げてけ投げてけ、よし、時間稼げ、よし、陣地間違えろ、オッケーオッケー、大丈夫やね。3対5味方ナイスした、素晴らしい、やりましたね。オープンです、エッグキャッスルで決勝進出の切符のですね、行きましょうか。さあ、赤チーム頑張るぞー。さあ、金の卵を集めていきたいが、ノーマルまで欲しいもんな、ノーマル欲しい、ノーマル出しといて、で金の卵を味方で捕まえてんの俺、出しといて、とりあえず自陣側にボール出すこと大事やね。ボールを、あ、こっちでもいいから、とりあえずそちらに転がしとくわ。はい、で少なくなったら狙われるから、少なくなったら足すだけじゃなくてね、狙われちゃうんで、それが危ない。あ、金点あるよ、金点もらおう、金点ください。ほい、失礼します。ほっ、させない、なかなか粘りよる。はい、さあ、どれも接戦やな、誰がどのチームが狙われるかわからないといったところ、多く見せた方がやっぱいいもんね、狙われにくくなるから。上空、はい、上空無理、特大大上空。よし、これで一旦赤チームに転がり込んで、守りで行くか、どうしよう、守りおらな負けるもんな。それこうやって金点泥棒さ来るからね、これ一番あかんねん、金手泥棒、これまず勝負の鍵やから、かっこん。さあ、上出しといて、戻ろう戻ろう、あ、上出てないね、あ、もうこれが来た。赤チームちょっとピンチやってきたな、ピンチやった、助けてちゃうね、こっちが助けてほしいわ、勝つん。よし、入ったけど、あー、もうやめてほしい、その赤チーム邪魔すんの、コンビちゃちゃうやろ。はい、いけ、誰か青チーム邪魔してくれ、卵温めたい、とにかくもう防衛に徹するから、味方信じるしかないな。11対11、これ以上はもう減らさへんからさ、なんかやってくれ、幸いこの人にしか狙われてないね、だから大丈夫なはず。よし、増えた卵、こうやって捕まえよう、刺すな刺すな、はい、掴み読み、 OK、 掴み読みで離した、
いいよ、さあこのまま時間使っていこう。はい、この人粘着粘着、はい、通せん、ただ通さない、はい、無理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 、よし観念しろ、早く終わってくれ、よし青チームエンターテイメントお願いします。はい、オッケー、決勝戦ロイヤルファンブルですね。サビカさんが逃げてくれてるんで手伝っていこうか、しっかりカバーするわ。金魔女が圧かけて、あ、それ逆サイドだから無理やな。ここに対して俺がしっかりともう一回行きたい。まだ1分ありますよ。おっと相手掴んでくる、相手じゃなくて味方やないかい、邪魔すんな、行くぞ。金魔女に対してしっかりと接近戦申し込んで奪っていく、 OK、 まあ、相手4人ですからね、味方が守ってくれるという判断になるんで、はい、金魔女が結構ね常々扱えてくるかなっていう印象。さあトレーニング、やばい、飛んだ飛んだ、先読まれたか、ターンします、ターンしていって、モグラ参戦、大丈夫です、モグラしっかり逃げていって、残り30何秒出たところ、一度まあこっち時間使おうかな、一回こっちにこう流れないっていう戦法でね、よしよし、これだいぶ時間使えたぞ、これで毎ターン毎ターンね時間使っていく。で回転台狙いなしか、じゃあもう一回同じ手口で良さそうやな。はい、ぐるーっと回してこちらへ、はい、でこっち行って、まあ当然こっちを見せかけるという形になるよな。で一人あの方は全然勘も受かってないから大丈夫で、はい、あとはもうこっちに逃げるときは勝ちかな。さあ行こう行こう逃げよう、上登ろう、で空中からオッケー、やりましたね、ナイス決勝進出でしたね。ヒヤヒヤロードですね。さあ味方改善落ちか、ちょっとおんぶに合わせてみるか、ちょっとおんぶ乗ってくれ、君おんぶ乗ってくれへんか、おんぶ乗ってくれ、頼む、乗らないか、これ回線落ちやからさ、ちょなんとかおんぶで一緒にゴールしてほしかったんけどな、自信あんのかね、逆にそれやったらええねんけどな、落ちられたらもう終わりやからね、俺が1位取ったとしても後続に来なければ負けなんで、なんとかしたいね。あーっと、おし、味方落ちない、ナイス、ここは曲がるかどうか、曲がる、はい、あ、縦もある、縦外れ、外れてる、よし、他のチーム結構外れた、チャンス、今のうち解析してあげれば、よし、解析してあげた、でかい、これ今の絶対繋がったでしょ、勝利に、よっしゃ、1位や、これ上がれる上がれる、ナイス、あ、今引き分けてるぞ、さこの1点で決まりましたね。決勝戦、止まれないゲームスペースですね、落ちないようにしよう、ドレミファソファミレと、さあよく3人で上がったね、ナイスやったね、ちょうどいいタイミングで解析することによって上がってきたんでね。相手がどんなメンバーか、おお、飛び方にエンターテイメント、マジか、まあまあいいや、決勝出させてくれたからもうそれでいい、ナイスゴールでした、ヒヤヒヤロードね、あそこでもゴールしなかったらもうここのお立ち台に立ててないわけですから舞台に、あれをつかみ狙ってくるやろうな、そうか、ちょっとつかみ狙ってたね、ちょっとつかみ狙ってたね、ほい、はい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 、うん、まあどうかな、正面からロックかけて逆に落としたいけどな、落ちろ、落ちないか、さっさと押しても当然つかみ、今手伸ばしたね、現行犯やね、手伸ばした、でこっから4対2という盤面作りの中、まあ、真ん中行っても多分道連れされるからな、そんなに美味しくないな、やっぱな、どうしよう、まあ、外周で、まあ、人変の待つかな、はい、サマサラダウンのサトシに、はい、危ないよ、締められたらあかんので、まあ、おっとやばい、4対1や、助けて、やばい、これ絶対掴みに来る、逃げた方がいい、とにかく逃げよう、マウスの方は、マウスの方でもあれな、真ん中居座りなんや、この方は掴み狙ってさ、ちょっと待てよ、掴み狙いに来たところを逆にカウンター合わせたいな、ある程度真ん中行かないとも負けるんで、掴み来ないね、マウスの方は、オッケー、あなたが掴まない時のデータ取れたの、大海原出たい、出たい、危ない、大海原出よう、出よう出よう出よう、オッケー、掴まれないように、で、こう黄色先取りたい、ここ、大丈夫、なんとかロック解除し、はい、でマウスの方のこの足があるから、あなたのあなたが作った道、それをなんかもらいたい、ふっ、よいしょ、こっち、ふっ、落ちろ、落ちない、落ちない、うわー、最後ちょっとタイルの上に乗れなかった形になりましたね。ハイパードライブヒーローで決勝進出の切符のですね、まあここでも優勝狙っちゃいますけどね、決勝進出とかじゃなくてね、12人落ちればもう勝ちなんで、相手が初動から落ちてきて、誰かどんどんエンターテイメント出ると思うからね、さすがにこれ難しい部門ですから、味方、あーと味方もろともいたかな、味方もろとも1名いきましたね、でさらにもう1名、残り10人となります、相手がさらにもう1名、残り9人、いいよ、どんどんカウントダウンが始まっています、優勝への避けといて、さあさらに、おっといいぞ、ガリッと減ったね、味方もろともっていう形になったけど、いいよ、で上空いきましょう、感染4名、3名ぐるぐる回ってたね、カメラ感染勢、
ほい、ビーバーシーどうか。こんにちは、シロちゃんの方でしょうか。こんにちは、行きましょう、スタート。スライム会場を降りていきまして、ここでね、優勝、まあ、この方もね、掴んでくるかわかるからね、優勝狙ってるかわかるから、まあ、みんな狙う場面であるから。さあ、1人、猫の方、オーバーラン。ここで大天狗、さらにエンターテイメントもう1名。もう3名ということになりましたね。いいよ。さあ、人はどうか。かなり減ってて、すごいという判断。いきましょう。さあ、ここでホームランバースタートいくよ。はい、よーい、スタート。味方が落ちるやん、それ。無償降臨やで、それ。おい。ちょっと危ないな、これ道ずられるなって負けるからな。一旦避難してもう一度。うわー、ありがとうございました。もう腹立つわ、ほんまに。全員落ちろ、そんなんやったら。お前も落ちんけなあ。でこの人もやらかす可能性あるからね、普通に気づかずにやらかせ。さあ、ハンマー虫ラメ、ハンマーいけ、よし、ハンマーいけ、ハンマーいけ、ずれろ。オッケー、ずれたー。オッケー、ということで残念ながら、うん、全員がエンターテインメント、アウト。決勝戦、止まれなきゃスペースで決着どうですね。さあ行きましょうか。さあ容赦なく掴んでいきたいね。もう掴みで決着するわ。まずは大外の、あ、待って、味方かぶりすぎや、これ危ない。味方向かう方向かぶりすぎて危なかった。おら、ロッキングメンバー、オッケー、よし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 、ロッキングメンバー。ヘッドした後やっぱね、掴まれたら危ないってなるから、ね、ヘッドした後あんま注意せんとかな。生ズマイ無理か。正面から圧かけてはいるんですけどね。圧かけて、あー、向こう行くよな。嫌やなってな。ヘッドした、その瞬間、オッケー、そうそうそう、これこれこれ。ヘッドした時っていうのはやっぱりどうしても隙が生まれやすいですからね。さあ、黒豆追い込んでいきましょうか。黒豆ちゃんどうか。お、インコース入ってた。待て待て待て、おそ、真ん中駆け巡っていく。俺が落ちそう、危ない。これあと重いとかだ、どこや。もう一度サングラス外周やな。黒豆の方は向こう側やね。俺を嫌がって離れていってるイメージ。詰めていきます。当然ジャンプロック、オッケー。これ段差ね、段差というか、そのパネルとパネル隙間ありましたら当然ジャンプロック入っちゃうからね。ほい、生ロックとかもかけながら、あとはまあスーパー道連れでいいからな。正面抱き抱え、スーパー道連れで勝ち。うん、まあそれ分かってるから撮影させてくれない。ただ狭い方行ってるぞ、あいつ。マリーさん、抱き抱えろ。よしよし、追い込んでる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 、外周から。よいしょ、うわ、やべ。俺がやられる、俺がやられたら次負けるからね、これほんま。あかんあかんあかん、そうはさせないよ、あなた。いやでもなかなか粘りが強そうやね。はい、あ、これでいったか、さすがに。よしよしよし、さすがに。ということでナイスでしたね。じゃあご視聴ありがとうございました。